手前がですね、駅、あの、駅ですで。駅から人がわーっと降りてきて、今、止まった電車ですね。だから、ずっと大俯瞰で、高度数千メートル、千メートルぐらいから見てる大東京から、電車の動きをずっと動き上げて、その電車がずっと田舎に行って、やっと踏切があるようなちっちゃい駅に止まったかと思うと、そこから人がわーっと溢れてきて、この向こうにファミリーマートが見える。もう実在のですね、コンビニがはっきり見えて、そこへ向かって人が溢れていくと。そうすると、そのファミリーマートの中に、 主人公の雫がですね、無表情でいて、牛乳パック一つを買ってですね、で、このファミリーマートの自動ドアから出てくる、ようやっとここで主人公登場なんですね。あの、宮崎駿のアニメの劇的な主人公の登場の仕方ではなくて、すごい抑えた、遥か空の上からずっと降りてきて、この地上の踏切の横の駅の前のファミリーマートにみんなが入っていく中で、一人このファミリーマートから出てくる主人公ということで、キャラを立ててます。 あの、こういうですね、あの、まあ、このアニメ僕にとってやっぱりこの宮崎アニメだっていうのは、あの、鈴木敏夫とか高畑勲がこの耳を澄ませばのまあ、ムック本で語ってるんですね。宮崎駿を抜きで宮崎アニメができるかどうかの実験作だったと。壮大な実験であったと。それは成功であったえー、宮崎、あの、 ジブリの教科書の中で鈴木敏夫はですね、その宮崎抜きでも宮崎アニメができるということが成功したことが良いことなのか悪いことなのか未だにわからないっていうふうに言ってるんですけども、宮崎駿自体のこのアニメに対する痕跡いくつも残ってます。